クリップ、ヨドバシ浄水場ヨドバシ浄水場は、現在の東京都新宿区西新宿にあった、東京都水道局の浄水場である。廃止当時の正式部署名は、東京都水道局東村山浄水管理事務所、ヨドバシ浄水場であった。1898年12月1日通水。減水は、玉川浄水から引き入れた。 1965年3月31日をもって廃止され、昨日は東村山市の東村山上水場に移された。跡地の再開発計画として、新宿副都心計画がスタートし、1960年代後半から、京王プラザホテルを皮切りに住友ビル、三井ビル、東京都庁舎など、次々と超高層ビルの建築が進んだ。現在は、 新宿中央公園の一角に淀橋給水所が残る。淀橋は、大梅街道が神田川をまたぐ橋で、浄水場が設置された当時には、東京府豊玉組淀橋町の地名になっていた。この地は、昭和時代には東京市へ編入され、東京市が15区から35区となった際には、淀橋区の区名にもなった。淀橋の地名は現在、 淀橋カメラや東京都中央、卸売市場淀橋市場、新宿区立小学校、幼稚園などにその名を残すのみである。明治一新以前の江戸の水道は、玉川上水と神田上水を水源とした7つの分水組合によるものであったが、東京府が設置されて、組合が解散した後もこれら2系統による給水が続いた。しかし、 維新初期の度重なる完成変更によりその所管官庁は二点三点し、玉川上水路に通船を許可したり、水道料金が徴収されないという時期があるなど、しばらく混乱が続いた。このような混乱により、東京では上水の水質悪化が問題になり始めた。道水路に生活汚水や人海、動物の死体や糞尿が流入したり、降雨時には混濁が激しかった。 特に、玉川浄水は、自殺の名所であり、水死体も流れていた。また、排水管である軌井は、継ぎ目から容易に汚染物質が混入し、高圧送水されていなかったことから腐食した軌井が、水に溶解する、等、衛生上の問題になっていた。玉川神田漁浄水や、浄水井戸の水質改善は、政府の案となり、帝度の衛生上の問題だけでなく、 近代国家の対面に関わる問題でもあると考えられた。水道の抜本的な近代化が必要であるとして、1872年から来日していた内務省土木量雇いオランダ国講師ファンドールンに調査を命じた。1874年に東京水道改良意見書、翌年には東京水道改良設計書を提出させた。旧水道の実態調査で、 汚染の実態を目の当たりにした東京警視庁、係官、奥村昇は、水道改良を訴え、また、上司の東京警視庁承継し、日垣直江も、西洋の水道政策採用を、東京警視庁代警し、川地俊義に上申。この上申は、内務卿伊藤博文にも提出された。これを審査した、内務省土木寮、石井翔一郎も、 奥村と同様水道の鉄管化の必要性を解き、さらに、1876年に政府は東京府に水道改正委員を設置させ、浄水清潔事業を開始した。委員会は、翌1877年に浄水の改良方法や建設費用等の調査報告書、不下水道開設の概略を提出した。1878年、東京警視庁び、 東京府は、神田玉川両上水水源取締り下力規則及び、飲料水注意法を制定し、浄水井戸の管理を厳しく定めた。1879年に、東京大学理学部準助教、久原光良が行った、浄水井戸や堀井の調査で、気迫の尿液と飲料水に不適であることを厳しく指摘。このため、玉川浄水では、春節や土手の構築を行い、 神田浄水では一部を暗渠化して対応した。1880年、東京府は、東京府水道改正設計書を立案した。1886年、東京で1858年に、これらが大流行し、同年8月7日付の東京日日新聞は、清潔法の骨髄は、飲料水の改良と下水の改良にあると報じて、浄水改良と、 下水道網の整備を訴えた。東京におけるこれら大流行は近代水道の必要性を一般国民に広く認識させ、政府は水道改良事業計画の策定を加速させる契機となった。1888年には内務省に市区改正委員会が設置されて水道改良の実施を決議し、調査検討の結果、八百九十年七月一日に 東京水道改良設計所が内閣総理大臣の認可を得た。同年9月には東京市会本会議で全会一致で水道改良費650万円及び道路が公共旅行園改正費350万円の合計1000万円の宿改良費が5か年計画で認められた。当時の一般財政は年50万円ほどであり、東京市民にとっては負担増を意味し、 水道改良中止を求める反対運動まで起きたが、しばらくして、下火となった。1891年11月1日には、府庁内に、水道改良事務所が設置された。当初は、内務省衛生局や統一管理バルトンの第二次、報告書にある、玉川上水路により、玉川の水を、千田ヶ谷村の上水工場に導き、 沈殿、露化した後、麻布及び、小石川の給水工場へ送水し、浄水工場に併設された、給水工場を含めて三カ所の給水工場から、ポンプ圧ッあるいは自然流下で、市内に排水する案を軸に検討されていたが、後の東京水道改良計画書では、内務省議士補、東京市水道議士、中島栄治工学博士が再検討を行い、浄水工場は、 仙田ヶ谷村から淀橋町に変更、給水工場は、麻布、小石川から、芝、本郷に変更、また、淀橋伊勢の和田堀まで浸水路を築造するという意見が盛り込まれ、同年12月1日の市区改正委員会において、議決され、設計変更された。1892年6月から翌年4月にかけて、東京市は、 淀橋上水工場予定地の地権者との厳しい交渉の末、用地買収を完了。買収完了前の1892年9月21日には、先行して淀橋上水工場仮事務所建築の森土工事を着工。同年12月には浸水路工事が着工され、1893年10月22日、上野駅及び、 新橋駅から仕立てた特別列車による約3000名の来賓を迎え、淀橋浄水場で改良水道機工式が盛大に挙行された。浄水工場築造中は不祥事が相次いだ。1894年5月29日、東京市会は日本中鉄会社による鉄管の納期遅延問題で同社と締結した鉄管購買契約を契約不履行理由に解除。 処分した上で新たに同社と契約することを議決した。しかし1895年10月30日には、再度の鉄管の喫煙や検査不合格の鉄管を合格品と偽装して、不正納入した事件が発覚した。東京市は直ちに同社社長を刑事告訴、11月5日に、東京市会は、同社外5名に対して、旧刑事訴訟法第4条による、 不対思想を可決した。さらには契約保証金全額募集を、議決、12月9日に、鉄管納入不正事件により、東京府知事、三浦康の不信任を議決した。この事件は政界を巻き込む、不祥事に発展し、東京市参次会員の辞表提出や12月10日の内務大臣、野村康氏による、東京市会解散命令。 翌1896年3月12日に、東京市会は再度東京府知事に対して、不信任を議決、再び野村による市会解散命令。3月14日には、東京府知事、三浦康の辞職等、東京市政は第2次、伊藤内閣を巻き込む形で大混乱に陥った。東京市会は、当該鉄管事件を契機として、特別市政撤廃を目指し、 1898年10月1日に一般市政が施行され、東京府東京市麹町区有楽町の東京府町内に東京市役所が会長10月6日に新たな東京市長松田秀夫が就任した。前述の反対運動や不祥事など右与曲折を経つつも、1898年12月1日に春高明治維新以来31年目にして、 近代水道が東京に誕生した。淀橋浄水工場は直ちに、神田、日本橋方面に通水を開始、翌1899年1月からは、各個の給水工事に取り掛かって2月から、ろ過処理された浄水を給水開始。その後も、給水区域を着々と拡大し、1901年には、東京市内の給浄水を廃止した。 この給水開始当時の水道は、現在の一般家庭括弧に給水されるスタイルではなく、街路に設置された共用水線を利用するものであったが、上水井戸の時代とは変わって雨天時の混濁がなく、多大な労力を要することもなく、共用水線までで向いて、蛇口をひねれば、いつでも清潔な水を大量に得ることができた。東京市民には非常に歓迎され、 特に主婦にとっては水時、洗濯、掃除といった家事の負担を著しく軽減した。また、鉄管で密閉、圧送された浄水は清潔なだけではなく、消防用水としても効果的で耐火を防止する有効な手段となった。本格的な給水開始以降は、東京における伝染病や火災の発生数は激減し、近代水道の効果を示した。 その後、東京市では水道需要が急激に伸びたため、1911年3月まで淀橋浄上水場の施設能力を2期にわたって増強した。淀橋浄上水場は東京市外の豊玉郡淀橋町に作られたが、あくまで東京市の水道であるため、地元の淀橋町では上水場の水は使えなかった。町内の井戸の水質は悪く、町では 東京市に陳情し水道水の供給を受けられるよう働きかけた。当初は小学校にだけ供給が認められたが、1924年に淀橋町市長の独自負担で給水組合を設立し、東京市水道に工事を委託し水道排水管を引く工事が行われ、分水を受けた淀橋町市長の水道による給水が開始された。1927年には給水区域を 淀橋町全域に拡大したが、1931年に市内の他の10の町村給水組合、水道会社とともに東京市水道に投稿され、翌年淀橋町も東京市に編入し、周辺三村と合わせて東京市淀橋区となった。1923年9月1日に関東平野を襲った関東大震災によって東京市内で住居を失った市民が、 広い山の手郊外に土地を求めるようになり、西新宿一帯は、その代表的な住宅地となった。しかし、新宿駅東口方面と異なり、西口方面は、東京地方選売局ヨドバシ工場と、ヨドバシ浄水場以外には、人家と学校があるに過ぎない、閑散とした地域であった。このため、今後の新宿の繁栄のために、広大な面積を占める浄水場の移転が、 大正末期頃から地元民によって要望され始めた。1932年3月、東京市会に東京市第二水道拡張計画案が提出され、ヨドバシ浄水場の機能を東村山市に移転させ、ヨドバシ浄水場の売却処分収入を被災の償還費に充当するというものであった。都市計画東京地方委員会によって浄水場移転を前提とした、 街路計画を策定し、同年9月に都市計画を決定した。その後、選挙区の悪化もあって、移転計画の実施は戦後に持ち越された。戦時中は空爆による被害を受け、特に1945年5月25日の東京空襲では、減水施設や車庫等が炎上する損害を受けたが、猛毒の塩素を大量に扱うメッキン機室等の重要施設には、 被害はなかったため、施設の完全停止は免れた。戦後は最新の設備を導入すると、浄水能力の拡充を図ったが、1960年、移転先であった東村山浄水場が竣工、通水すると、ヨドバシ浄水場は廃止に向けて、職員の転出が始まった。当時の職員は、約150名で、技能研修を実施した上で、段階的に転出した。 同時に施設能力の段階的縮小も図られ、1965年に入る頃までには大部分の施設が停止された。同年1月には日上がった、露化地で、係長級以上の職員らを中心に感謝祭が行われた。そして、同年3月31日、淀橋浄水場は廃止された。この日は、大木旅子一、水道局長も駆けつけ、志村づくり。 バチョイカ、職員らが見守る中、紅白のリボンが結ばれた、高知線ポンプ所中野線ポンプ操作版起動レバーが、停止位置に操作され、パイロットランプは緑エンポンプは停止。ヨドバ上水場と、西武支所の看板が下ろされ、挨拶で、大義伝は、70年の歴史を持つヨドバ上水場は、本日をもって閉庁したが、 この施設は決して老朽したために廃止するのではなく、今でも浄水場としての機能は立派に備えている。新宿副都心建設という大目的に協力しての東村山浄水場への移転に伴う廃場であり、特に職員の皆さんが平常の業務と合わせて移転業務を支障なく果たされたことを感謝すると廃止を惜しんだ。4月10日には、 ヨドバシ浄水場廃墟に伴う集いが取り行われた。この貯水場の広大な跡地は再開発が行われ、東京都庁新宿 NS ビルをはじめとした高層建築街となっている。ヨドバシ浄水場は玉川浄水から水を引いていた。現在、東村山浄水場へは鉄管で送水されている。ありがとうございます。